皆様こんにちは。今日は少し手短ですが、先日コーヒーゼリー のクッキング動画だったしてたと思うんですけれども、今日はちょっとフラペチーノのような、ちょっとリッチな感じのデザートを作ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、用意するものはまず、お湯を多めに沸騰させておきます。あらかじめ夜間にお湯を沸騰させています。で、今回使用するコーヒーゼリーのコーヒーなんですけども、先日はちょっとコンビニエンスストアさんのコーヒーなんですけども、今回はちょっとフランチャイズさんのコーヒーを使用したいと思います。こちらを使用していきたいと思います。で、あとは以前も同じくご紹介したこちらのゼラチンの袋を使用したいと思います。で、そのためのあればでいいんですけども、なかったらボウルで大丈夫だと思います。こちらのコーヒー用のポットと計量カップで、流し込む専用の平べったいお皿があると便利です。そしてこれで冷やしている間、こちらのホイップとこのホイッパーですね、付属で口コーヒーがついてるものもあるんですけども、今回ちょっと私は自宅の母親がちょっと集めていたらしい、こちらのコーヒーを映りますでしょうか。何種類かあるんですけども、ちょっと口を自分でちょっと調整して、絞り口をあらかじめ用意しています。そしてホイッパーですね。もう何年使ったかわからないんですけどもこのホイッパーと、で、あと、トッピング用として、なくても十分、これでちょっと甘さを出したいと思うので、これで十分だと思うんですけども、上に、この蜂蜜とかあればいいなと思って、ちょっと今回用意してみました。私はこちらの蜂蜜を用意してみました。今回コーヒーゼリーでもこれで十分甘みをつけるので、コーヒー自身に、甘みを入れたい場合は、そうですね、お砂糖を用意していただけると便利かもしれないです。あとカロリーとか気になされる方は、こういう感じのお砂糖はすごい便利だと思うので、よければいかがでしょうか。それでは作ってみたいと思います。計量カップの中にこちら 50cc お湯を入れています。この中にこのお湯の計量カップをこの中に入れて、で好きなコーヒーを入れていきます。今回ドリッパーでドリップしなくてもできるタイプのスティックコーヒーを選んでますので、すぐ作れると思います。入れた後よく混ぜます。だいたい混ぜ終えた感じでしたら、冷めないうちにで、こちらのゼラチンを入れるんですけども、ここにちょっとコーヒーを移し替えたいと思います。50ml のコーヒーの中にこれを入れていきます。はい、泡立てたホイップクリームをこちらの中に移し替えて、で
冷蔵庫の中に冷やしておきます、はい、こちらに冷やし固め終わったコーヒーゼリーをスプーンで適量にすくって入れていっていきますけれども、その前にもう一つコーヒーを1杯分作っておいて、それからちょっとコーヒーゼリーを入れて牛乳を入れてトッピングしたいと思います。コーヒーゼリーが入っています。ちょっとすくうと少し見えてると思うんですけども、で、上に生クリームをかけていっていきたいと思います。このようにコーヒーのこんな形になっているので、これを、まあ、ホイッパーはこの状態のままグラスを、左回しに回しながら入れるとより入れやすいです。ちょっと今回 iPhone 撮影なので、もうちょっと開けてからまた移します。こんな感じにトッピングができました。コーヒーの比率はちょっと少ないんですけども、これ以上生クリームの量が増えると今度は甘すぎてしまうので、こんな感じに生クリームちょっと多めなんですけども仕上げてみました。そして蜂蜜をちょっと少し垂らしてみました。これでコーヒーフラペチーノの完成です。よろしければ皆さん作って